えー、こんにちは。今回はですね、民泊宿泊の博ということでお届けしたいと思います。あの、いただいた動画の後編の方で、セミナーしなくても、この動画のね、発信だけで、なんとかビジネスやっていけるっていうところがありましたけども、これ、世の中的にそういう風になっていくんではなかろうかと思います。まあ、どっちも今、結構重要視されている時かなと。やっぱリアルに戻る人もいれば、リモートのままで、えー、完結しちゃう方とね。その中でね、私ちょっとね、やっぱりね、 宿泊するるといいいうう体験をを込みで商品を売っていくっててく面白さもあるなと思ってるんですよでなんかね吉田さんと億万長者合宿シリーズをやってきて印象に残るのはうまかったカレーなんですよね <laughs> なぜかそれ以外あんまり覚えてないんですけども確か湯河原で合宿する時もカレー食べたいよねって思いがなんかあったんじゃないですかねでもカレーなんてその辺で食えば終わりですよででもあの合宿で出てきた 多分二日目のお昼ぐらいだったと思うんですけども、カレーね。印象に残りましたよね。なんか。作った人が誰なのかわかんないんですけども、うわぁ、なんかこの合宿を物語るようなカレーじゃん。いろんなエッセンスが入って、いろんな彩りがあってね。赤とか黄色とか、カレーの色とかお米とか。でブレンドされて、なんかいい雰囲気で終わったなぁと思うんですよね。うん。だからやっぱ、ああいう、一緒に食事をするとかね、一緒にお風呂に入るとか、 じゃあ一緒に夜語り合うっていうのは、うん、やっぱり独特な価値観だなと思いますねいやあれはねこれからもっともっと貴重になるんじゃないかなと思いますつまりはリモートがこれからどん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 主になってくると思うんですけどもそうなると古典的なあのアナログってものがねまさに貴重さを増すんじゃないかなと思いますあの今日常的に馬車って使わないじゃないですか車やバイクや電車やまあ飛行機 いうのありますからね馬車って使わないと思うんですけども「ここぞ一番」っていうね結婚式やその他の何がしかのイベントで馬車が登場するとうわすごいってなるじゃないですか必ずしも復古主義ではないんですけどもあえてアナログあえて不便あえて昔を持ってくるところにハッとさせられるところってあると思うんですよいまだに昭和の価値観っていうのが日常生活では古いとされながらもここっていう時にはね やっぱりいいよね、あの頃っていうふうな共感を得るのはそういうところもあるんじゃないかなと思います。まあ、宿泊っていうのはこれから新しい形を取るのかなと。まさにね、寝るところではなくて、宿泊するという体験や一つのコンテンツを生み出す場所になってくるのかなと思うんですよ。そこで過ごした人との語らい、周りの環境、香り、インスピレーション、そういったものが全て入ってるのが、 1>, 1泊2日なり2泊3日の泊っていうものなんじゃないかなと思います。で、これからね、そういうところを提供している、え個性的で、うん、そして、デザインチックな、そんなところが受けるんじゃないかなと思います。実はね、私の速下塾の塾生さんに、民泊を経営されてる方らいらっしゃいましてね。で、えー、茨城県のモネの家っていうんですけども、結構その方との、ね、やり取りが盛んなんですよ、今。で、お付き合いはね、以前からあったんですけども、 すごくね、メッセージの中に動画を添付してきたりとか、お料理の紹介をしたりとかね。で、私もその森の家っていうペンションをね、もっともっと知らしめたくって、動画を作るんですけどもね、うん。なんかやっぱ宿泊っていいなというところも逆に生まれてきましたね。シンプルに仕事で金を稼ぐってことになると、確かに、まあ、そうなんでしょうけども、そういう考えは生まれないんですけども、エンターテインメントも込みで、楽しみたいし、楽しましたい、思い出残したいってことであれば、 多分お金以外の資産の作り方思い出ってものはね、うん、なんか古典的なリアルであって宿泊ってものの中にはあるのかなと思います確かね億万長者合宿ユーガールでも同じ釜の飯を食って同じ風呂に入ってみたいなメッセージでまあ響いた方もいるんじゃないかなと思うんですよ、うん、私も結構ね、うん、普段はね思わないんですけどもたまにはねみたいなことがあるんですよね、うん、まあそんな感じでしたね民泊の博 やっぱり、宿泊するってなかなかいいもんだなと思いますね。だから家族旅行もやってみたんですけども、なんかいいですよ、やっぱり。行くと決めた瞬間。そして、どこに泊まって何をする。楽しみだね、ワクワク。現場に向かう間でのエピソード。で、実際現場で寝たり起きたり食べたり楽しむ。ね、そして、帰り道。いや、面白かったね、あっという間だったね。となんかね、そこではね、 リモートでは得られないような重要な思い出というコンテンツが作られてるんじゃないかなと思うんですねまあビジネスと割り切るならリモートオンリーでも OK なんですけども,もなんかねちょっとそれだけではとどまらないような人には気持ちもあるんじゃないかなというところでございますはいじゃあありがとうございました